こんにちはレトスノーノです本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます個別指導の値上げまであと1日となりました今から理解学習を実践すれば試験日までに8ヶ月間も理解学習を実践することができます一方で6月から理解学習を始めた場合 4か月間しか理解学習を実践することができないんですね理解学習をどれだけの期間行えたかこれが合否を決めます今から理解学習を行えば今年の合格も十分可能ですで一方で6月から理解学習を始めた場合も合格は可能なんですけども一日に行うべき勉強量がすごく多くなるんですよねなので相当辛くなるんですよ今からであれば毎日1時間半ぐらいの勉強で 合格レベルまで持っていくこと可能なんで、ぜひ今から理解学習を実践していただければと思います。6月からだと正直ですね、まあ、ある程度勉強している方だったら、1日2時間ぐらいの勉強で合格レベルまで持ってきますけども、あまり勉強していないってなってくると、まあ、正直1日5時間以上は勉強しないとなかなか合格すること難しくなっちゃうんですね。でしかもその5時間っていうのは、理解学習を5時間するってことなんで、 もうその時点で丸暗記学習をやっていたらもう間に合わないってなっちゃうんですよなんでぜひですねもう今から理解学習を実践していただければと思いますで個別指導ではあなたに理解学習を実践していただきますので十分今年あなたに合格していただけますもしあなたが今年絶対合格したいというのであればぜひ個別指導をご検討ください個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひそちらからご確認いただければと思いますそれでは本日の3問に入っていきます 相続人 A 及び B が存在し、相続開始後 A が非相続人が所有していた財産の一部を売却した場合であっても、B は相続の限定承認をすることができる。丸か罰かという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。え答えは、これツですね。そもそも限定承認っていうのは、 相続人全員がが共同して行う必要があるんですねつまり言い換えると誰か一人でも単純承認を行ったら限定承認を行うことがもうできなくなりますそして今回の問題の A の売却行為問題文で言うと A が被相続人が所有していた財産の一部を売却したこの場合ですねこれっていうのは単純承認したとみなされるんですね つまり A が単純承認をしているわけなので B が限定承認を行うことはできませんのでよって誤りになるということですで、問題とは関係ないんですけれども相続があったことを知ってから3ヶ月以内に相続の放棄また限定承認どちらもしない場合っていうのは単純承認とみなされるのでこの点も合わせて覚えておきましょうで問い2ですね罰則です え、高知事免許を受けている宅建業者 A が正当な理由なくその業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合 A は公検知事から業務停止処分を受けることがあるほか100万円の罰金刑を受けることもある。マルか罰かという問題ですえ答えはこの部分ですね100万円の罰金刑を受けることもあるこれが誤りです今回秘密を漏らすってことは守秘義務違反ですよね 守秘義務違反ををすするるととと監督処分を受けるととももにに50万円以下の罰金刑にも課せられますつまり監督処分っていうのは業務停止処分なので、まあ、この部分は正しいんですねただこっちですね50万円以下の罰金刑を受けることはあるけれども100万円の罰金刑を受けることっていうのはありませんよって誤りだということです で、この罰則については、この覚えるのすごく大変なんですよね。なので、個別指導では、これについてどのように対応するのかもお伝えしています。え効率的に勉強すれば、宅見は一発で合格できますので、ぜひですねえ、一発合格したい方は個別指導をご検討ください。で、問いさです。2ヘクタールの用途地域内の土地について、造成工事を行って青空駐車場を作る場合、開発許可は不要である、丸か罰かという問題ですね。 答えは丸です。つまり開発許可は不要です。開発許可が必要なのは開発行為を行う場合なんですね。で開発行為っていうのは主として建築物の建築または工作物の建設を目的として行う土地の区画形質の変更のことを言います。つまり建物を建てるために土地を工事する。これが開発行為なんですね。で今回青空駐車場っていうのは建物を建てませんよね。建物を建てないってことは開発行為に当たりません。 開開発発行為にに当たらなないいので開発許可は不要だととうことになります今、さらっと考え方をお伝えしたんですけども、これちゃんと理解しないと解けないと思います。あの、類代が解けない。この問題を解けたとしても、類代が解けないんですよね。だからちゃんと理解してください。開発許可が必要なのは、開発行為を行う場合なんですね。で、今回の話は、開発行為に当たらないから開発許可が不要なんだということです。この開発許可の要否まあ必要か不要かを問う問題っていうのは、 考え方があるんですね。まあ、今もさらっとは言ったんですけども、まあ、もっと細かい流れがあるんですよ。考え方の流れがあるんですね。それを知ったら、開発許可の用費の問題はすべて解けます。つまり、開発許可の用費っていうのは得点源になるんですね。なので、絶対解けるようにしていただきたいんですね。で今回は無料なので、まあ、ちょっとこれ以上はお伝えはできないんですけども、個別指導ではこの考え方までお伝えしています。絶対合格したいという方は、えぜひご確認いただければと思います。 はじめにもお伝えをした通り、個別指導の値上げまであと1日となりました。今から理解学習を実践すれば、今年あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひそちらからご確認いただければと思います。今年の合格を目指して一緒に頑張っていきましょう。レドスのオロでした。